夏だー。皆さん、エンジョイしてますか？僕はここだけでも夏気分を味わってます。うぷ主のパトです。今日はみんなの写真集を作っていこうと思います。ということで海で遊んでるみんなをどんどん撮っていこう。ちなみに、ここからは画像スクロールなのでキャッキャウッフな展開はないよ。ちなみにここで撮った写真は Twitter の方で公開しますので、気に入ってくださった方は自由にダウンロードしてくださいね。それじゃあ行ってみよう。お、オオカとセッカが水遊びしてるね。もう、オオカ、あんまり水かけないでよ。いいじゃん、セッカちゃんももっと楽しもうよ。もう、それなら私だって。あ、冷たい、やったなー。うん、これだけだと楽しそうだよね。ここでわかるけど、だいぶエキサイトしてるからね。オオカ、今度こそ決着をつけてやるわよ。いや、そっちが最強の双子か決めようじゃない。さて次行こうか。あ、メリアと月下ねー、くつろいでるね。あ、ご主人、楽しんでますか？ちゃんと日焼けクリーム塗っておくのよ。二人とも日焼け止め塗ったの。塗ってもらおうかな。え、塗ってないの。くだまされないよ。能力でちゃんと紫外線カットしてるでしょ。でも塗ってないですよ。攻めるわねメリアさん。後でこの技を伝授してあげるよ。さすが師匠ね。月下ねえもどんどん小悪魔になっていくな。それじゃあ僕は他のところに行くね。また近いうちに戻りますね。それでさ、海の中に潜ったらさ、カナメンは本当に潜るのが好きなんだね。おや、これはこれは珍しい組み合わせ。ようさと、あんまり水着姿を盗撮するなよ。してないよ。しっけいな。なんでカメラを隠すの？ノリ。安心しろよ、ロカちゃん。撮影が終わったらメリアさんとセッカさんが取り調べをやるみたいだから。え、マジ？聞いてないんだけど。お前、まさか。冗談だよ、ちゃんとそれで許可もらってるよ。あれ？どうしたの、パトニー？いや、なんでもないよ。な、カナメ。ああ、そうだな。変なのー。わあ、うわ、びっくりした。あはは、ロカちゃん、油断大敵だよ。もう、オオカネやったなー。えへへー、逃げろー。楽しそうだね、みんな。ああ、まさかこうやってもう一度スカリの世界に戻れるなんて思わなかったよ。ありがとな。さて、一人になったし、僕の隠し持ってたもう一つのカメラで水着をっと。でもそれ同じですよ。甘いね、そこはバレないように同じカメラを2台用意したのさ。へえ、まったく変態ですね、ご主人。え、あれ、メリア。有罪です。やっちゃって、セッカちゃん。え、ごめん、待って、決してやましいことに使うつもりはなくて、ただ、そう、ただの好奇心だったんだー。だってみんな仲良しだから後で個人個人に渡すつもりだったんだよな。ほら僕は悪くわー。またんかー、この盗撮やろう。ごめんなさーい。おっとっと、カメラは大事にしないとですね。私たちを盗撮するとはいい度胸してるじゃない。ごめんって。まったく、ちゃんと言ってくれれば私は撮影させてあげるのに。え、なんだって。なんでもないわよ、バカ。だって聞こえなかったんだもん。あはははは、もっとやれー。まったく、賑やかな奴らだな。本当、お前たちといると退屈しないよ。カナメンも私たちの水着盗撮するつもりだったんじゃないの。バカ、俺はそんなこと。ごくり。ああ、カナメンが生唾飲んだー。これはカナメンも有罪かなー。え、マジかよ。うわー。変態は大事だー。待て、オオカ、話せばわかる。だーね、許さないもんね。ふふ、楽しそうねー。あれ、なんでカナメまで追いかけられてんの。お前のせいだよ、この変態野郎が。なぬ、水着は男のロマンだろ。お前、さっきと言ってること違うだろ。待ちなさーい、逃げるなー。安全してくれー。はーい、みんなついてきてー。おう、ロカ、青鬼たちを連れてどうしたの？え、呼んだ？一斉にこっちみんな。それはひどいですぜ、パトの兄貴。僕たちだってバカンスを楽しんでいるんを。喋らないんかい？え、何？何か文句あるの？近い。圧が強い、君たちが並ぶと圧が強い。え、オプリティでしょ。子供にトラウマを植え付けれそうな顔してるぞ、理解しろ。なんだよ、それにさっきからお前の横にいる黒いのは誰なんだよ。それには触れるな。ねえ、さっきから近いんだよ。どうせなら最高のスマイルをちょうだいよ。仕方ないね、なら特別大サービスで見せてあげるよ。みんな、準備はいい。じゃあ。せーの。最高のスマイル。お、みんないい笑顔だよ。これはぜひ写真に収めなければ。どう私、かわいい。今すぐバグに捨てたい。だ
と完全やろう。さあみんな、僕の笑顔で笑顔になるんを。この笑顔は肉出しの笑顔だ、こんにゃくやろう。いいぜ、表での青いの。いいぜ、もうすでに晴天の青空の真下だっそやろう。あいつらうるさいな。本当退屈しないよね。すごく可愛いし。可愛い。だと。またあのバカ鬼たちは何やってんのかしら。本当楽しそうで何よりだよ。また吹っ飛ばしときましょうかね。まあまあ、今日はブレイコーだから、なあ。仕方ないわね。今日は広いしすっかってさせてあげるか。本当ちゃんとあの子たちの飼い主になってるよね。せっかちゃん。慣れたらどうってことないわよ。慣れって恐ろしいな。最初は一番せっかちゃんが怖がってたのにね。いいじゃない、ほら、まだまだ遊ぶわよ。おお。さて、結婚写真も撮れたし僕も遊ぼうかな。おーい、佐藤。もう写真撮影は終わったの。うん、これだけ撮れたらもう問題ないよ。そう、それじゃあ私と一緒に遊びましょう。そうだね、僕もせっかたちと遊びたかったし、遊ぼうか。やった、それじゃあ早速行こう。よ、な、なに、このとんでもないさつきは。メリアさん。なんでずっと待ってた私を置いて先にご主人と遊ぼうとしてるんですか。ねえ、せっかちゃん。やばい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 、かなり出来心だわ。でもね、私も負ける気はないのよ。ふふ、メリアさん。ここは負けないわ。かかってきなさいよ、私だって負ける気はさらさらないのよね。なに、なんでいきなりアリスマイル。何企んでんの、やだ怖い。あ、あの子私に宣戦布告をしてきた。ほらパパ早く行こうよ。うむ。うん、させません。それだけは絶対に阻止しますよ。いやー。なんで僕が。メリア、ちゃん。ふふ、ご主人がこの場にいなければ誘えないでしょ、せっかちゃん。確かに誘えないけど、メリアちゃんも誘えないよ。あ、そうだった。ドジだなぁ。テヘペロ。いや、メリアちゃん、パトをどこまで飛ばしたの。さあ、私もご主人以上の力は使えないからそこまで遠くないと思うよ。適当だな、専属心。わかってるよ、早くご主人を探しに行きましょう。全とたなんね。私が言えたきりじゃないけど。はぁ、ひどい目にあった。ということでどうでしたか、皆さん。今回動画投稿数200本目の動画は、画像スクロールの中、みんなで楽しく、ワイワイしている内容でした。今までパトパトチャンネルを見てくれている方ならわかると思いますが、今回このような動画を作ったのは初めてです。僕はこうやって新しいことにどんどんチャレンジして成長していきます。最初の1本目から今の200本目、その間にあった多くの動画、その全部に僕が成長してきた記録が残っています。そして今登録者が4万人を迎えようとしている。ここまで僕についてきてくれて本当にありがとう。みんなの応援が本当に僕の励みとなって今まで頑張ってこれました。そしてあと1ヶ月でパトパトチャンネルも2周年です。本当、夢のようです。でも僕はまだチャレンジしますよ。みんなにゆっくり会を盛り上げる。と宣言しましたから。これからもパトパトチャンネルをよろしくお願いします。ご主人、どこですか？死にそうでも返事しなさい。死にそうなら返事できないよ。まったく。それではこんな僕たちですけど、これからもよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。